台湾人のティラです。ハロー大家好、我是日本人的モニャン。今日は行きたいところがあるんだよね。おお、どこどこ？台湾人の私がおすすめする台湾料理屋さんへ行こう。先从前面开始，然后呢，我要请问这个是什么菜？这个是豆苗。豆苗啊，这没关系。那我们要多少个呢？多少？刚刚这个40号，然后还有46号。饭两个。对，赖是两个，先这样，我们等下再看一下。那如果要是好的话，这个现在是这个酒房比较好的。哦，今こっちの方がいい。这是什么吧？这是尼拉。就是酒房。这个尼拉嘛是黄颜色的。黄颜色的，因为日本是绿色，它是黄色。对，是因为是台湾有的。是台湾有完了，我是台湾人，我都不知道。これ頼んでみよう。那我19号。这样，芒果海。芒果海。跟这个梅酒的苏打瓦里，梅酒苏打瓦里，谢谢。干杯！蜗牛呢？你芒果海，哎，梅酒，好，美味しい。梅，美味しい。久々のお酒。炒秋黄，没注意，哇，木台湾の味でしょ。なんかここ多分日本で食べてきたレストランの中で一番台湾の味がしたから、この前感動しちゃって。モニャンに絶対連れて行こうと思ってて感動。ニラともやしだね。この味付けが台湾で感じるね。これはもう台湾の味付けだ。これはこの味付けで空心菜食べたい。空心菜いなかったね。今豆苗だった。豆苗も私あんまり独特な味がするからあんまり私好きじゃない。美味しいね本当に。これ本当に頼んでよかった。一瞬でなくなる。それな。台湾料理で食べるときはね、大体一瞬でなくなるぐらい美味しい。ご飯が進む味。そう。これ味付け最高。もうタレでご飯。これ。これモニア作って。レシピな。作れる方ぜひコメントください。美味しい。美味しいね。台湾の熱炒。だから今日お酒頼んでるみたいなところあるね。普段あんまり飲まない私たち。ビールは飲まないの。好きじゃない。味が。台湾ビールっていうイメージある。そう、台湾ビールみんな好きだね。そう、台湾人は絶対飲むけど、私好きじゃないの。だったら台湾にいた時にはサワーとか飲んでた。ティラピもさ、ルーちゃんは行ったことある。結構って。夜市。おすすめ店あるよ。なんか柵みたいな壁とかにさ、この瓶ビールのこれが扇風機が置いてあって、あるし、あと台湾ではビールを売り子、ビールめっちゃみんな可愛くて使える。お金めっちゃもらえる。そう。時給もいいし、綺麗なお姉さんたちがバイトをしてるんだけど、バイト？まあ、仕事。そうしてる大学生が多いんですけど。すごいよね。結構稼げるよね。
あれ見たら日本に来て、うん、本当に東京ドームの売り子みたいな、そうそうみたいな感じ。全然いい。だけど金額が全然違う。すごいね。やったことない。すごい。それでうわーすごいね。って思ったけど。なんか可愛い。制服も可愛いよね。可愛い。そのビールのメーカーによって違う。そうだ。台湾ビール結構可愛かった気がする。もう一つは私のおすすめで。はい、ごあつ。うん。ちょっとご飯ちょっと重りでしょこれ。めっちゃいっぱいある。なんか台湾の人って食べ方がさ、うん、日本とちょっと違う。うん？なんかご飯の上に、うん、おかずをどんどん乗せていて、そう一緒にこうやって。うん、それがなんか日本と違うなって。しかも熱炒店結構食べ放題、ご飯食べ放題の店が あって、そこで。こういうでかい茶碗じゃなくてちょっとちっちゃめなんだけど、そこで、まあ、食べ放題。私たちも 2,3 杯くらい、なんか日本でいう弥生県みたいな。あ、そうか、そうそうそうだね。そう、ご飯を代わりにして、うん、そうで、夜食で結構みんな行ってて、で太るから気をつけて。本当に。じゃあ食べてみて。うん、ご飯熱い。もにゃ、うん、もう食べた方がいい。これ苦手な人いるかな。台湾でしょ、感動的。私日本でこれハイコアツ食べたことある。やっぱりある。日本の中華料理屋さん売ってるの見たことない。私はおいしい。めっちゃ感動したもん。この味付けが最高。なんでそうなんだよ。なんで調味料が素晴らしい。調味料が独特。うん、ラーバン鱼これ美味しいよ。あ、うん、辛い。進む。この組み合わせなんなん。マジで熱炒じゃん。ここも絶対美味しい。ここの店の内装もちょっと夜市っぽいよね。夜市っぽい。絶対熱そう。あ、台湾でしょこれ。もう匂いから台湾。素晴らしい。うん。あ、そこよ。うん。あ、いい辛さ。ちょうどいい。うん。これだったら日本人も好きそう。なあ。私台湾料理屋さんでこんなに日本人がたくさん来てるって初めて、うん、それな、ほぼ日本人だもん。そう、このお店すごい、うん、みんな日本人だよ、うん、まあね、すごいね。スイーツ待ち、何頼みましたか。シミル、うん、おいしい。シミル、美味しそう。はーい、食べてます。食べてます。でしょ、台湾でしょ。やった。これ1位。これもう私飲んだ時びっくりしたの。美味しい。美味しすぎてでしょ。優勝。大優勝。これはもう大優勝です。うん、美味しい。スープは、ココナッツと、なんか練乳って感じする。甘いのが好きな人は大好き。日本でもこういう店あったらいいのに。タピオカミルクティーじゃなくて、これ飲みたい。これでも本当に言ったこれ普通のタピオカより甘いよね、全然。